先輩です。はい、本日ですね、急遽特別編をお送りします。というのもですね、こちら P、新天才バカボン天神スペック天バカボンなんですけれども、非常に今ですね稼働が、おかげさまでよく増産が決定いたしました。イエーイ。はい、ということで、今日はですねバカボンの実はまだ非公開の裏ボタン仕様ございます。ミドルの方にも、対応しておりますので、ホールさんに来てですねまた触ってもらえる、まあそういった動画になればいいかなと思っています。早速紹介していきます。いくぞ。第1チャンネル早速やっていこうと思うんですけど、その前にアマバカボンのスペック簡単におさらいだけさせてください。大当たり確率通常時は129分の1となっております。でその129分の1で当てた時の 72% でラッシュに突入いたします。でそのまずラッシュに突入するとミドルと同じく鬼ラッシュという状態にまず入るんですが、その鬼ラッシュの継続率自体が約 53.6%、 ただしその鬼ラッシュ中に大当たりを引きますと33% の振り分けで上位のラッシュに突入いたします。でこの上位の神鬼ラッシュ中が継続率がミドル超えの 85% ございます。そして大当たりの出玉に関しましては右打ち中は全て1000発という形になっております。簡単に魅力という形でまとめさせていただけると、まあ初当たり確率はアマデジライト並みなんですけれども、右に入るとライトミドルミドルに匹敵するような出玉が見込めるようなスペック、129分の1ですので比較的まあ早い当たりが期待できるのと、ミドルだとちょっとこれ見づらかったなっていう予告だったりが見やすくなってます。突入率がまあ 72% というところでラッシュに突入するという、フローに関してはミドル同様体感しやすいものになってるかなと思います。そして最上位に行ってしまえばなんと 85% 継続オール1000発というスペックになってますんで、最上位モードをぜひ体感していただきたいなと思います。はい、では今回の裏ボタンの紹介なんですけれども、全部で6種類お伝えできればと思ってます。1つ目はじゃんけん対決リーチ、ありますよね。あのじゃんけん対決リーチのアイコのタイミングでボタンを押していただくと、当たっている時の一部で専用の、SE が発生します。でこれ早速やっていきましょう。はい、後ろにじゃんけん対決出てますね。はい、実際返しのルートからじゃんけん行くよりもこういう直でじゃんけん行くケースの方がなんとなく期待しちゃいますよね。はい、でここですよ、ここのアイコのタイミングよく見ててください。勝ったるで。こんなすピロビーピロビーピロビーみたいな、もうこの音が鳴ったらもうここは安心して、ほい、まあこういうことです。2つ目は本気最強リーチの鬼ヶ島作戦リーチ。あの鬼ヶ島作戦リーチっていうのは発展する際に必ずこう白熱予告経由しますよね。でこの白熱予告の、予告が出ている時に、あの白うなぎ犬がぐるぐる回りながら白熱っていうシーンがあるんですよ。でこの白熱の出るタイミングに合わせて白熱とボタンを押すと、なんとですね当たってる時の一部で派手な音が、まあ、鳴ると。はい、おー珍しい、こんな早いところから白熱、ここですよ、いきますよ。回るのだからのここです。聞こえるかな、ピーピリピーピーピリピーみたいな。はい、オッケー。はい、続いて3つ目なんですけれども、通常時
初当たりを引いた時に青い数字、まあ偶数の数字だった場合に、鬼ボーナスなると思うんですね。で鬼ボーナスを引くとラウンドの頭で鬼 V チャレンジにチャレンジして、でそこで V が完成すれば、まあ、ラッシュ突入し、この鬼 V チャレンジの発生する前にこのアタッカーがですねパカパカして V に弾入れる10球入れ切った直後にこの十字キーの下ボタンをちょっと押していただくと鬼 V チャレンジ始まる直前にボタンがバイブすることがあります。これ発生するともうその鬼 V チャレンジは成功の方ですよっていう合図になります。シビアな感じなんですけれども10球入れた直後にここタタタって押すような、まあ、なんかそんなイメージでやっていただけると割と体感しやすいです。はい、で鬼ボーナス表記されまして右打ちなのだで、まあ、今回ちょっと触らなくても打つような改造を仕掛けてます。最低1球入りました、2球入りました、3、4、5、6、7、8、9、はい10球入りました。ここら辺で下ボタンをこう3回4回、ほら分かります、ね、今プルルって今ブレりました。でこれも成功します。はい、はい、では続いて4つ目の裏ボタン紹介。鬼ラッシュ中バカボンって当然ですけど神鬼ラッシュでもう目指してやってるわけじゃないですか。七図柄が発生するパパが図柄を殴るまでのこの昇格演出の間、まあ、殴り終わってピピピピンって鳴るまでの間にボタンを3回押すとその当たりが虹七だった場合の一部でまたこれ専用の SE が発生するようになってます。それでいいのだ。はい、でこれで1が一旦表示されますが間髪入れずにパパが殴って7に昇格させます。このタイミング、ここです。聞こえてますかね、おそらく聞こえたと思います。ブヒョンポポポポピピーみたいなちょっと特殊な音が鳴って、あれ今のは空のプチュンと、これで今虹七昇格ですね。はい、はい、では続いて5つ目、こちらまた鬼ラッシュ中の演出になるんですけども、激闘鬼バトルモードの中でですね、あのバトルリーチあるじゃないですか。パパがこう技を繰り出しるルーレットがあると思うんですけども、そのルーレットで技決定しました。でその後ですねうおーって攻撃をして、まあ、ボタンの煽りがこう形成されてみたいなところあると思うんですけど、あのタイミングで、ボタンを連打してみてください。でこれでですね、まあ、当たってる時の一部で、専用のまたこれ派手な音が鳴ることが、あります。で手が落ちます。はい、これバトルリーチですね。おっと赤字ですね、これは。はい、ここも赤、あこれはもうもらった流れですね。はい、しっかりと掛け合いをして、はい、ここから技ルーレットに入りますと。まあこれこそねもうバカパンチでもいいぐらいですよ。はい、まあバカリツケンと。はい、でここで連打です。ちょっと分かりにくいかな、ピピピピピピピーンみたいなもう音鳴ったんで、もうこれはもう安心して押してください。はい、いよいよ最後6つ目、激闘鬼バトルモード中のさっきはバトルリーチだったんですけど、もう一個あの薬物が落ちてこずにバカボンの剣から始まる殲滅リーチ、ご存知ですかね。まあボタン連打した後にですね、地面こう舐めて敵がいるかどうかって表現する場面があるんですけど、あそこボタン連打してみてください。当たってる時の一部でここもまたいい音が鳴るので、実際見てみましょう。はい、戦隊まあ普通っちゃ普通で、ここで、まあ、まずは ここで0体になれば、まあ、大当たり濃厚なんですけれども、まあ、めったにならないじゃないですか、ここで0は。はい、で基本的に1とか2とかもううーってここら辺でああダメかダメかダメかってなって、この後です、ここで腕めくって連打です。腕めくって連打です。ピロピロリリリみたいなやつ、あれが鳴ると一足先にああよかったとホッとできます。いいのだ。
はい、というわけで、裏ボタン仕様のご紹介、やってみました。ぜひ、試していただければと思います。まあ、あとはですね、すごくこうアマバコボン今、ホールさんからも遊戯者さんからも、好評いただいてます。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、自分ツイッターなんかでも、裏情報だったり開発の秘話だったり、まあ、くだらないこともたくさん、まあ、つぶやいたりしてます。メンバー含めてですね、ツイッターのフォロー等もよろしくお願いいたします。はい、ではホールさんバカボンで、またお会いしましょう。バイバイ。